インカ帝国は南アメリカのペルー、ボリビア、エクアドルを中心に、ケチュア族が築いた国、文字を持たない社会そして文明であった。首都はクスコ。世界遺産である15世紀のインカ帝国の遺跡、マチュピチュから、さらに1000メートルほど高い3400メートルの標高にクスコがある。1983年12月9日、クスコの市街地は、 世界遺産となった。前身となるクスコ王国は13世紀に成立し、1438年のパチャクテク即位による国家としての再編を経て、1533年にスペイン人のコンキスタドールに滅ぼされるまで約200年間続いた。最盛期には80の民族と1600万人の人口を抱え、現在のチリ北部から中部、アルゼンチン北西部、 コロンビア南部にまで広がっていたことが遺跡及び遺留品から判明している。インカ帝国はアンデス文明の系統における最後の先住民国家である。メキシコングアテマラのアステカ文明、マヤ文明と対比する南米の原アメリカの文明としてインカ文明と呼ばれることもある。その場合は巨大内石の建築と精密内石の加工などの技術、土器や 織物などの異物、制御、インカ道路網を含めた優れた統治システムなどの面を評価しての故障である。なお、インカ帝国の半島に含まれる地域には、インカ帝国の成立以前にも文明は存在し、プレイ,インカと呼ばれている。インカ帝国の国旗。インカ帝国は、非正副民族については、インカ帝国を築いたケチュア族の方針により比較的自由に自治を、 認めていたため、一種の連邦国家のような体を、なしていた。ケチュア語で、タワンティンとは、四を意味し、数ユとは、州、地方、文脈によっては国を表す。訳すと、四つの国という意味である。四つの国とは、クスコの北方の旧チム王国領やエクアドルを含む、北海岸地方の鎮ス数ユクスコの南側から、チ,チカカコ周辺、ボリビア、チリ、 アルゼンチンの一部を含むコジャスユクスコの東側のアマゾン側へ向かって降るアンデス山脈東側斜面のアンティスユクスコの西側へ広がる太平洋岸までの地域のクンティスユの4つを指す。4つのスユへはすべてクスコから伸びる街道が通じており、インカの宇宙間に基づいて4つの区分を象徴する用紙とのクスコも設計されていた。なお、インカとは、 ケチュア語で王を意味する言葉だった。スペイン人はこの言葉を、はじめはケチュア族を指す言葉として使われ、次第に国を指す言葉として発音を呼び使うようになった。ティワナク文化の一アンデス文明はおそらく BP 約9500年頃までに始まったと考えられている。インカの祖先は、現在、プーナと呼ばれているペルーの高原地方を根拠に、 遊牧民族として暮らしていたと思われている。この地勢条件により、彼らの体は低身長化、体型の眼形化という特徴を持って発達した。平均身長は、男性が1.57メートル、女性が1.45メートルであった。高知に適応するため、彼らは、他地域の人々に比べ肺活量が30%ほど大きくなり、心拍数も少なく、血液の量も た地域の人々より大いにリットルとなり、ヘモグロビン量も2倍以上であったことが、遺体から推測されている。アンデスの研究者らは、約500年間にわたり偉大な国家権力の行政資本と儀式により栄えた、地か下加地方のティワナクを、インカ帝国の最も重要な先駆けの一つとして、認識している。クスコの一チケチア族は、12世紀頃に、クスコへ移住し、 インカ族として成立した。最初のインカ族の統治者であるマンコカッパックの指揮の下彼らはクスコに小規模の都市国家を築いた。彼と続く7人のサパインカの在位期間は明確でないが、1250年から1438年頃までと想定されている。インカ帝国が成立する前の統治の文明は文字による記録を全く残していないため、インカは どこからともなく出現したように見えるが、あくまで当地の過去を踏まえて成立したものである。彼らは先行する文化から、建築様式、陶器、統治機関などを借用していた。クスコの要塞作塞は満員化は、中央高原地帯のクスコで発生し、海岸部に広がっていった。考古学者は、標高5300メートルに及ぶ高原の温帯で、永久的な居住地の跡を発見した。 彼らの高知における資産は、ギャマ、アルパカ、ビクーニャに限定されていた。インカによる征服の基盤は彼らの組織であると信じられている。彼らの神の象徴は太陽神であり、官僚制度は十一あった王のアイルに所属する官僚による団体から成り立っており、家計は成功後である小屋となった自らの姉妹との近親婚によって継続した。 因果は平等の考えに基づいた社会であった。すべての人民が生きるために働かねばならず、貴族ですら見本を示した。しかし数人の考古学者は、これが二つの階級からなる制度を支えるための建前に過ぎなかったと信じている。その理由として、官僚エリートが法を犯した時の刑罰は、大して厳しくなく、このことは体制の維持のために、上層階級が、 重要視されたことを意味した。インカの拡大インカ帝国の拡張が始まった原因はおそらくその気候条件の結果であろうと推定されている。パチャクテクは彼自身が選び抜いた家庭出身の指揮官を訓練した。兵卒は木製の柄と石製または青銅製の不当を備えた青銅製の斧、透析器、ランス、投げ槍、弓矢、 比較で覆った木製の盾、イやあるいは竹製の株と差し子の鎧により武装した。攻略された促修においては、インカの官僚が従前の地方官僚の上に置かれた。これら官僚の指定は、クスコに人質に取られ、攻略された促修の中世の保障とされた。インカ帝国は、ケチュア語を公用後に、太陽崇拝を国境とした。また、急速な考えと、 大地栽培方式の開発により生産力を増強するために労働力を搾取し、肥料としては沿岸の島々で発見された堆積グアノを使用した。インカの社会制度は儀式と神の名による強制により裏打ちされた厳格な権威主義生態を要したのだ。伝統的にインカの軍は巫女に統率されていた。パチャクテクは彼の帝国に保守した地方に工作員を派遣し、 政治組織、軍事力及び資源に関する報告を得た後、その地の指導者にあて、彼らがインカに従属する指導者として、浮遊となることを約束すること、高品位の売り物などの高級品を送ること、そして彼の帝国に加わることの利を強調した手紙を送った。多くの場合彼らは、インカの統治を既成事実として受け入れ、平和利に従った。各指導者の指定は、 インカの統治制度について学ぶためクスコに集められ、その後故郷に戻って指導者となった。これにより、サパイ,インカは、それまでの指導者の指定に、インカの好奇性を吹き込むとともに、運が良ければ、帝国内の様々な地方の家族出身の彼らの娘と結婚することとなった。父カカコ地方の征服、アイマラ小王国とコジャ王国1438年、彼らは、 サパ・インカ・パチャクテクク氏、ユパンキの命令下、壮大な遠征による拡大を始めた。パチャクテクという名は、現代のアブリマク県にいたチャン家族を征服した後に与えられたものである。パチャクテクの在住、彼と彼の息子、ドゥパック・インカ・ユパンキは、アンデス山脈のほぼすべてを制圧した。1445年、第9代パチャクテクは、チチカカコ地方の征服を始めた。 北西、チム王国の征服はイナカパックパチャクテクの巫女であったトゥパクインカイパンキは1463年北西をはじめ1471年パチャクテクが死亡してからはサパインカとして征服事業を継続した。彼の手になった征服中最も重要であったのはペルー海岸をめぐる唯一の真の敵であったチム王国に対するそれであった。 トゥパック・インカイ・パンキの帝国は、現エクアドル、現コロンビアにまで及ぶほど北に伸長した。彼は既存の文化、特にチムー文化の様式を発展させ取り入れた。トゥパック・インカイ・パンキの巫女であったワイナカ・パックは、現エクアドルとペリューの一部にあたる北部に、わずかな領土を付け加えた。南西、マプチ族の抵抗帝国の南進は、マプチ族による、 大規模な抵抗にあったマウレの戦いの後に停止した。最盛期のインカ帝国の領域は、ペルー、ボリビア、エクアドルの大部分、マウレカワイ北の地理の広大な部分を含み、また、アルゼンチン、コロンビアの一角にまで及んでいた。しかし、帝国南部の大部分は砂漠による不毛地帯であった。国家の再編と、その構成、四つの国、 インカの失われた、とマチュピチュの風景、パチャクテクは、クスコ王国を新帝国、四つの国に再編した。タワンティンスーユは、中央政府及びその長であるサパインカと、強力な指導者に率いられる四つの属州都から、成り立つ、連邦制であった。パチャクテクはまた、根拠地あるいは、秘書地としてマチュピチュを建設したと考えられている。マチュピチュについては一方で、 農業試験場として建設されたとする見解も存在する。天然島はスペイン人の侵略者たちが最初に帝国に達するより前にコロンビアから急速に伝染した。おそらくは効率的なインカ道により伝染が容易になったものである。天然島はわずか数年間でインカ帝国人口の60%から94%を 死に至らしめ、人口の大幅な減少を引き起こした。コンキスタドールの到来スペインのコンキスタドールたちは、フランシスコ・ピサロ兄弟に率いられ、パナマから南下し、1526年に、インカ帝国の領土に達した。1527年、皇帝、ワイナカ・パックが死去。彼らが、大いなる財宝の可能性に満ちた、富裕な土地に達したのは明確であったので、 ピサロは1529年の遠征の後に、一旦スペインに帰国し、その領域の征服と、副王就任に関わる国王の認可を、当時のスペイン国王から得た。インカ帝国内戦皇帝、アタワルパの像インカ帝国の拡張、ワイナカパックの二人の息子たちであるクスコノワスカルと、キトの北インカ帝国皇帝アタワルパとの間で、内戦が起こった。 内戦が発生した原因は未まだにわかっていない。スペインによる征服インカの帝国の征服における主要な出来事の一つ、1533年8月29日、最後のサパ・インカ・アタワルパの死。1532年にスペインのコンキスタドールがペルーに戻ってきた時、インカ帝国はかなり弱体化していた。その原因としては、インカ帝国内戦が勃発したことや、 新たに征服された領土内に不安が広がったことが挙げられるが、それ以上に中央アメリカから広まった天然島の影響が大きかったと考えられる。コンキスタドールは身長こそ少し高かったものの、インカには確かに途方もない高地に順応しているという利点があった。ピサロ隊の兵力はわずか168名の兵士と大砲一門。 馬27頭と決して抜きんでたものではなかった。そのため、一万一自体を簡単に壊滅できそうな敵に遭遇したら、その場をどのように切り抜けるかをピサロはいつも解いていた。完全に武装されたピサロの騎兵は技術面ではインカ軍に大きく勝るものであった。アンデス山脈では敵を圧倒するために大人数の兵士を敵地に送り込む。 工場戦のような戦闘が伝統的な戦法であったが、兵士の多くは士気の低い徴収兵であった。一方、スペイン人はすでに近代以前に鉄砲などの優れた兵器を開発しており、イベリア半島で何世紀にもわたるムーア人との戦いを経験し、様々な戦術を身につけていた。このように、スペイン人は戦術的にも物質的にも優位であった上に、 インカによる治療の統治を断ち切ろうとする何万もの同盟者を現地で獲得していた。最初の交戦は現代のエクアドル、グアヤキル近郊の島で1531年4月に始まったプナの戦いであった。その後ピサロは1532年7月にピューラを建設した。エルナンド・デ・ソトは内陸部の探検のために送り出され、 兄との内戦に勝利し8万人の兵と共に、カハマルカで休息中の皇帝アタワルパとの会見への招待状を携え帰還した。ピサロとビセンテでバルベルデ神父らの随行者は、少数の友しか連れていなかった皇帝へアタワルパとの会見に臨んだ。バルベルデ神父は通訳を通し、皇帝と帝国のカルロス一世への復讐と、キリスト教への改修等を要求した。 投稿勧告状を読み上げた。言語障壁と拙ない通訳のため、アタワルパは神父によるキリスト教の説明に幾分困惑し、施設の意図を完全に理解できてはいなかったと言われている。アタワルパは、ピサロの施設が提供したキリスト教信仰の教義についてさらに質問を試みたが、スペイン人たちは苛立ち、皇帝の随行者を攻撃、皇帝アタワルパを人質として捉えた。 人質として捕らえられた皇帝へアタワルパは、スペイン人たちに、彼が遊兵されていたオーベア一杯分の金と二杯分の銀を提供した。ピサロはこの、身の代金が実現しても約束を否定し、釈放を拒否した。アタワルパの遊兵中に、ワスカルというものは、よそで暗殺された。スペイン人たちはこれを、アタワルパの命令であったと、主張。 1533年7月のアタワルパ処刑に、際しては、これは、国祖理由の一つとなった。スペイン人たちは、アタワルパの弟マンコ、インカイパンキの擁立を強行し、スペイン人たちが、北部の反乱を鎮圧する、戦いの間は協力関係が続いた。その間、ピサロの仲間芸語であるマグロは、クスコを要求した。マンコインカは、 スペイン人同士の不和を利用することを試み、1536年にクスコを回復したが、スペイン人たちに奪還された。マンコインカはビルカバンバに後退し、彼とその後継者たちはそこで、新しいビルカバンバのインカ帝国を、さらに36年間統治し、スペイン人たちへの襲撃や、反乱の先動を続けた。こうした状況の中、伝染病が、 壊滅的な打撃を与えた。さらに、ヨーロッパから到来した他の病気の波によりさらに人口は減少した。1546年のチフス、1558年のインフルエンザと天然痘、1589年の天然痘再流行、1614年のジフテリア、1618年のマシン、こうして、インカ文化の残死は破壊された。 1572年、インカの最後の要塞が征服され、マンコインカの巫女で最後の皇帝トゥパックアマルは捕らえられ、クスコで処刑された。ここに、インカ帝国の政治的権威下でのスペインによる征服への抵抗は終結した。1816年7月9日に交付された南アメリカ連合州の独立宣言は、スペイン語とケチュア語で記されている。 インカ帝国が倒れた後、新たなスペイン人の統治者たちは、インカ帝国に住む人々に厳しい火星を敷くとともに、インカ帝国の伝統を抑圧した。宣伝された営農組織を含むインカ文化の多くの分野が組織的に破壊された。スペイン人たちは人民を死に至るまで酷使するために、インカの未た性を利用した。各家族から一人が徴用され、 ポトシの巨大な銀山に代表される金銀山で働かされた。インカ帝国は滅ぼされた後も様々な影響を後世に残した。インカ皇族とスペイン人のメスティーソだった。インカガルシラアソデラベーガは17世紀にインカ高統記を表したが、この中で理想化されたインカのイメージは18世紀になってからインカナショナリズムと呼ばれる運動の源泉となった。 インカナショナリズムはインディオのみならず、クリオ女子配送にも共有されて様々な反乱の原動力となり、その中で最大のものとなったのが、1780年のドゥパクアマルー2世の反乱だった。南アメリカがスペインから独立する19世紀初頭には、ベネズエラの独立指導者のフランシスコ・デ・ミランダや、アルゼンチンの独立指導者のマヌエル・ベルグラードらには、インカ帝国は、 新しい国家の立ち返るべき地点の一つとみなされた。特に、ベルグラーノが主要な役割を果たした1816年9月7日のトゥクマン議会では、新たに独立する南アメリカ連合州での、インカ皇帝の復古、ケチュア語とアイマラ語の公用語化などがスペイン語とケチュア語で書かれた独立宣言に盛り込まれたが、実際には、このような政策は、実現には至らなかった。 独立後のペルーにおいても現実に存在するインディオンが様々な人種主義的被害を受けたのに対し、すでに滅びたインカ帝国は理想視され国民的なアイデンティティの基盤となった。インカは今でもペルーの国民的な飲料インカコーラなどにその名を止めている。ケチュアの女性と娘たちインカ帝国はケチュア語を公用語に太陽崇拝を国境とした。公用語は ケチュア語であり、積極的に普及が図られた。しかし、文字文化を持たなかった。そのため、高等伝承が、インカ帝国崩壊後に、不況のために入ってきた、スペイン人修道士による、記録の形でわずかに残されているに過ぎず、不明確な部分もあり、今後の研究が待たれるところもある。文字の代わりとして、キープと呼ばれる結び縄による、数字表記が存在し、これで、 歴法や納税などの記録を行った。近年になって、このキープが言語情報を含んでいることが研究によって明らかにされている。ビラコチャは、インカ神話に出現する創造神インカ帝国は、多言語、多文化、多民族の継ぎはぎによって成立していた。帝国の各構成要素は、均一であったわけではなく、地方の各文化は、 完全に統合されていたのでもなかった。生体は君主制であり、近親結婚によって生まれた一族による世襲政治である。これは彼らの宗教観から広く交雑することで皇族の血筋が汚されると考えたためである。サパインカは太陽神、インティの血心としても考えられ、当時の官僚は同時に神官でもあった。神カが王に越見するとき、 王を直接見ることは禁じられていた。インカ帝国は四つのスーユに区分されていた。各、ーユはいくつかのワマンに、ワマンは一万人の集団、ウニュに分かれていた。ウニュの長には、インカ帝国が成立する前からの支配者階級が、スーユやワマンの長には、インカの血を引く上級貴族が任命され、合わせて、インカの貴族階級を形成した。行政は、 入れ子状の階層構造になっており、王の側近には、秘書、筆頭会計、水頭係がいて、財産を管理し、各地方にも会計係と水頭係が置かれた。インカ帝国ではキープと呼ばれる縄の道具を記録や行政管理に用いていた。キープは、色や太さが異なる紐を結んで作られ、色や結び目によって、数を表現した。 キープは重心法で位取りも行われており、帳簿に数字を記録することと同様の機能を持った。農産物、家畜、人口、納税記録などの情報は、キープによって記録され、キープカマヨックと呼ばれる官僚が管理した。計算には、ユパナと呼ばれる道具が使われ、ユパナで集計した結果をキープに保存した。地方組織とは別に、男女の社会集団が存在した。 男性には、ヤナコーナと呼ばれる集団があり、工作や雑用のため世襲的に因果に仕えた。女性には、アクレコーナやママコーナと呼ばれる集団があり、要望の美しいものを徴用して作られた。アクレコーナは、各地の館に囲われ、使者や織物を作ることに従事した。ヤナコーナやアクレコーナは、アイルに属さず、中央政府の監督を受けた。それ以外に、 高山労働や道路の建設などの労役が若干あった。この労役制度は、三田制と呼ばれる。この労役の成果の一つとして、チャスキと呼ばれる飛脚による通信網を確立させ、広大な領土を中央集権により統治していた。なお、この通信網の名残として、チャスキという言葉は、アンデスのいくつかの場所の地名として今も残っている。日本でいうところの、 宿のようなものである。インカ帝国の農業風景鉱漠とした平野は、降雨量が少なく、濃厚に適さないために住むものも稀であったが、高原地帯は、海から吹き上げる風によって、雲が形成され、霧雨が降るため、湿潤な環境となり、濃厚に適した。このような気候条件から、今日でも、驚異的な鉱山都市を形成するに至った。標高差を利用して、 多様な物資を調達することは、インカ帝国の成立以前から行われており、垂直投与とも呼ばれる。海に面した急勾配の土地を利用して段々畑を作り、トマトや唐辛子は低い土地に、寒冷地を好むジャガイモは高地にと、高度に応じた農作物の多品種生産を行っていた。ジャガイモやトウモロコシを主な作物とする農耕と、 ギャマやアルパカによる牧畜が行われていた。また、クイ、クイと鳴くことから、クイと呼ばれた、天竺ネズミも、食用として広く、民衆によって飼育されていた。土地、鉱山、家畜などすべての生産手段は、共同体に帰属し、貴族ですら私有を認められなかった。この共同体をアイルと呼ぶ。アイルの土地は、インカ皇帝、太陽神、人民の三つに分割され、 インカ皇帝と太陽神の土地に対する労働を行わせ、その生産物を徴収する形態で徴税が行われた。こうして集められた生産物は再分配され、家父、老人、個人などに支給されたり、基金などの非常時に放出された。この体制は社会主義にも類似したものであった。また、愛流の中には愛ニと呼ばれる相互扶助的な仕組みもあった。 人家帝国全体としては、高級品と労働力に対する課税と交換とに基づく経済が存在した。課税方法については、周知の通り、高地においても平地においても、修税理に課税された、高納物を支払うことに失敗した村はなかった。住民が高納物の支払いをがえんじなかった場合、4ヶ月ごとに生きている白らで満たされた。 大きな羽を支払うべきであるとの命令をした州さえ存在した。これは、高能物の支払いに関し、教授し準備させる因果の手法を示している。という説明がなされている。貨幣は用いられておらず、物々交換によって、経済活動を行っていた。北部のペルーやエクアドルにあたる地域では、ビーズ、ボタン状の金、同性の斧の3種類の貨幣が用いられていたが、 インカの正式な制度には採用されなかった。ヨーロッパにおける最初のインカのイメージマンコカパック、ママオクリョトインティの息子インカには様々な創造神話が存在した。ビラコチャ伝説では次の通りである。ビラコチャは村を建設するためにクスコに近いパカリタンプというところで暮らしていた4人の息子、アヤアンカ、アヤカチ、アヤウチと4人の娘を送り出し、旅の途中に マンコとママ奥漁の間に生まれた新チロカが自分たちのクスコの谷に仲間を導き新しい村が開かれた。また、兄弟姉妹たちはクスコの谷へ遠征しながら近隣の十の部落を併合していったとも伝えられている。この時、支配者の象徴である金の杖が父、ビラコチャによりマンコカッパックに与えられたとされるが、一説にはマンコカッパックは兄を嫉妬と裏切りで殺して、 クスコの支配者になり、マンコカパックとして知られるようになったとされる。別の起源神話である、陰気伝説では次の通りとなる。太陽神インティが、父かカコの深みから出てくるよう命じると、湖の中から、マンコカパックとママオクリョが生まれた。彼らは兄弟たちと共に、パカリタンボという洞窟からこの世に使わされたとも言う。インティは、タッパクやウリと呼ばれる金の杖を与え、その杖が、 地面に沈むうちに太陽の神殿を作るように指示した。マンコカパックはママリ漁たちと共に、クスコの町を建設するために地下の道を通って北上し、クスコで父、インティを称える神殿を建設した。クスコへの旅の途中、何人かの兄弟は石になり、偶像になった。彼らはクスコ下王朝を打ち立てた。また、別の説では太陽神インティが、 地上の野蛮な生活ぶりを憐れんだために、息子と娘を地上へ遣わしたが、父か過去に降り立った後、金の尺を投げると、クスコ盆地の罠か売りの丘で地中深くに沈んだ。そこで、兄弟二人で、インティの言葉に従い、クスコにとを築いて、周辺の未開な人々に文化を与えて、インカ帝国の礎を築くことになったとしており、 兄の名前がマンコカッパック、妹の名前がママオクリョアコであった。マンコカッパックとママオクリョは、父かかこにある太陽の島に現れたとも、湖の彼方からやってきたとも、天から降り立ったとも言われる。さらにママオクリョは、太陽の島ではなく隣の月の島に現れたとも言われる。マンコカッパックは、天の神パチャカマックの兄弟ともされる。複数の伝承の矛盾に気づかせないために、 庶民は、ビラコチャの名を口にすることが禁じられていたと言われる。これらの神話は、スペイン人の植民者により記録されるまで区伝で継承されたと考えられているが、キープに記録していたのではないかと考える研究者もいる。なお、伝承に残っている、インカ帝国の王のうち、この初代のマンコカパックだけは実在しない人物であるという説もある。 インカ帝国が西海岸部の砂漠地帯を領土に取り込んだ際、現地にあったミイラ信仰を取り込んだ。歴代の皇帝はこれを人身掌握や権威の保持など政治的に利用した。例えば、インカがアマゾンに接した地域を征服する際、その地域ではそれまでは崖の中原にある穴に先祖の骨を置いて墓としていたが、インカはそれらの骨を打ち捨てて、 代わりに布を巻いたミイラを崖に安置するようにした。こうして、半ば強引に征服地の民衆の心のよりどころを、インカの中央政権にすり替えさせたのだった。また、歴代皇帝は死後ミイラにされて権威が保たれ、皇帝に仕えていた者たちはそのミイラを生前と同じように世話をすることで、領土や財産を保持した。これはすなわち、次の皇帝は、 前の皇帝から遺産を相続できないということであり、結果、即位した新しい皇帝は、自分の財産を得るために、領土拡張のための遠征を行わざるを得なかった。代を重ねるにつれ死者皇帝が現皇帝の権威をしのぐようになり、必然的に各々のミイラに仕える、者たちの権力も増大。それに対抗するため十二代目の皇帝が、それまでのすべての皇帝のミイラの埋葬と、 そのミイラとそれに使える者たちの所領や財産の没収を企て、それが内乱へと発展。その混乱の最中にスペインの信仰があり滅亡した。キープインカの上着、知識は庶民のためのものではないという考えのもと、いわゆる文化活動は貴族階級だけに許された。一般庶民はそれぞれの駅務に必要なことだけを教えられ。 それ以上を知ろうとすることは禁止されていた。手工業などの技術も貴族によって独占されていた。すなわち貴族が職人として労働に従事していたことになる。インカ道路網。最大勢力時は北端が木と南端がサンディエゴまで通じていた。黒線が山側の主要路線、赤線がコストサイド。彼らは神殿、要塞、優れた道路を建設した。 峻厳な山脈地帯に広がった国土を維持するため、王は国中の谷に吊り橋を架け、道路を作った。その道路は北部の北から地理中部のタルカに至るまで5 2 3 0トルにも達した。急旬な地形であるために人力もしくは家畜によって物資を輸送するしかなく、車輪を用いた運搬手段は発明されなかった。また野生馬を飼いならし、人や 物資の運搬に用いることはなかった。1トポごとに、離停約19キロメートルごとに、田んぼが、サパインカと随行者のために設置されていた。茶すきが、約8キロメートルごとに設置され、1日あたり、約240キロメートルの割合で緊急連絡を、リレーした。高頭による、緊急連絡は、おそらく数に基づく符号を含むキープにより補われた。 これらはヨーロッパで古くに使用されていたワップと同等のものであった。この道路網は帝国の維持に必要であったが皮肉なことにスペインによる征服をより容易にした。道中の田んぼには食物の備蓄庫も置かれた。収穫された農作物は税として備蓄庫に徴収され集められた備蓄食料はお市民もなく民に放出された。この結果、インカは その豊満な食料を求めた人たちの心をつかんで、わずか3代50年で広大な国土を得ることができた。この平等な徴収及び分配活動も、スペイン人が食料の補給に困ることなくインカを侵略できて、しまった結果を生んだ。ヨーロッパの技術が伝わるよりも前から、プレインカ時代の伝統を受け継いで金やトゥンバガを精錬する技術を持っていた。 いわゆるインカ帝国の金製品は、実は、合金製であり、そのためヨーロッパ人の侵略により、その大部分が溶かされて、純金の延べ板にされてしまった。一方、不意合を用いた高温の炉を作れず、鉄の精錬技術はなかった。鉄器と火器を持たなかったことは、スペインによる征服を要因にした。また、幾何学文様が描かれた、長径の剪定土器が特徴で、 チャビン文化など、プレインカ時代の土器や織物のようにヘビ、コンドル、ピューマなどの動物をモチーフにしたものは少ない。アンデスのトウモロコシトゥパクアマルに生最後の皇帝、トゥパクアマルの末裔と自称した。ありがとうございます。